自分の体に金運が宿る金運浄化の滝をお届けしたいと思います。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。今年最後となる一粒万倍日と天赦日が重なる大吉日15日がやってきましたね。今日は新しいことをスタートするにはぴったりの日で、何事も許される天赦日、一粒の重みが万倍にも実る一粒万倍日、そして前歴でも音一のスタートの日、他にも12直でも28直でもスタートには大吉日の日が入っています。こんなに重なるのは本当に珍しいですね。さらに前歴では金運の星がダブルで入っています。豊かさを夢見ることでお金が回る青い夜の日です。今日はそんなスタートの日にふさわしい金運浄化の滝をお届けしたいと思います。見ているだけで魂の奥まで浄化され、そして金運あふれる無数もの水しぶきを浴びて金運を引き寄せるボディへと導いてくれる滝の浄化をご堪能ください。宮崎県の高千穂峡にある真内の滝は天然記念物でもあり、日本の滝100選の一つにも選出されています。高さ約80メートルの断崖が東西に7キロにわたって続く絶景のスポットです。天孫降臨の時代にこの場所には水がなかったため、雨の村雲の御事が高間ヶ原からお水を移したと言われていて、地上で最初に水が湧き出た場所です。樹齢1300年の欅の木の下から湧き水が湧き出ていて、御神水として信仰されています。この湧き水の雨のまないが水流となり、まないの滝へと変わっていったと語り継がれているんですね。雨のまないは清浄な水につけられる最上級の継承なんです。まないの滝は御神水のパワーにより抱えている苦悩を払拭してくれたり、ストレス解消など魂の奥まで浄化してくれる作用があります。なんだかイライラする、モヤモヤする、職場で嫌なことがあって沈んでいるなんていう時に、この滝を見ると自然と浄化してくれますし、これまでの人生で受けてきたネガティブな思いやトラウマなど心に蓄積しているものも洗い流してくれます。それだけでもかなりリフレッシュしてくれますし、浄化によって神様のエネルギーを受け取りやすくなるため、他の恩恵も受けやすくなるんですね。さらに玉垂の滝という高千穂峡で最もパワーが強いと言われるパワースポットがあるんですね。雨のまないで湧き出した水がやがて玉垂の滝となり、小野ころ池という池に注がれて、まないの滝へとなって流れ込んでくるんですが、玉垂の滝から小野ころ池の手前に金運アップのスポットがあり、ここでお金を洗ったらお金が増えたという方がたくさんいるパワースポットなんです。この金運のパワースポットの水がまないの滝から流れ落ちてきますので、この水しぶきを浴びることで金運のパワーが降り注がれていることになり、自分の体に金運が宿るんですね。魂の中の不要なもの、ネガティブなものをこのまないの滝の浄化力で洗い流し、波動をぐんと上げ、さらに金運のパワーが注がれる究極の金運浄化のパワースポットなんです。思わず息を呑むような大迫力の渓谷美に、木の葉の揺れる音、水の音、そして風の音、五感もとても癒され心地よさを感じます。下から滝を見上げた時に見える太陽の光と、太陽の光をたっぷり浴びた滝の水しぶき、神々しく新しいエネルギーが自分の中に入ってきていることを感じます。まないの滝の強力なパワーで浄化して金運ボディへと変身してみてくださいね。普段の生活でも不安や不満を感じたり、また周囲の人のネガティブな念を浴びたりと、エネルギーの良くない年や場所に触れたりすることで、どうしても魂に邪気が溜まってしまいますので、繰り返し何度も見て魂のクリーニングをされることがおすすめです。それでは早速行ってみましょう。